内容やジャンルを選び、重点的に練習することができます。スケジュールに、では早速始めましょう。キータイピング、指ごとのトレーニング、小指。画面に表示されるキーを指定された指で正確にタイピングしましょう。小指は一番外側にあるため意外と打ちやすく感じると思います。しかしそのせいか、右の小指には担当キーが多く設定されています。大変そうに見えますが、使用頻度の低いキーばかりですので、頑張って覚えてしまいましょう。さあ、ホームポジションに指を置きましょう。左手の人差し指を F に、右手の人差し指を J に。もう大丈夫ですよね。それでは始めます。左上段、左下段、右上段、右最上段、右下段、バックスラッシュ、右上段、右中、右中段、左中、左中、右上段、右下段、右最上段、は、右中段、セミコ、左中、右中段、左最、右最上段、右中、左中、左中、左最、右下段、左上段、左中、右中段、右中段、右最上段、右下段、バック、右中段、右上段、左下段、右最上段、右最上段、右中段、右上段、P、右中段、一つに、右上段、あ、右最上段、右上段、一つ左、左中、左中、右下段、左下段、右下段、スラ、左上段、左最、右中段、コロ、左中、右中段。はい、終わりです。お疲れ様でした。文句なしの合格です。華麗な指さばきでした。さて、ここで少しノーエクササイズ。よーい、ドン。はい。はい。はあ。はい。違います。残念。残念。はい。そこまでです。ランク S ですよ。すごすぎます。まさにチャンピオン。楽しんでいただけましたか？タッチタイピングの練習の合間の気分転換になれば幸いです。ミニゲームの成績は本編の成績には影響されませんが、上位ランクを目指して頑張ってみるのも良いかもしれませんね。でも、タッチタイピングの練習をおろそかにしてはダメですよ。それでは、お疲れ様でした。